はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。みやびの館、社員のみやびでございます。はい、ということで、皆さん、またしても私のうちに謎のものが届きました。はい、まあね、以前にもご紹介したと思うんですけども、前のとは全く違います。形も大きさも全然違います。はい、それがですね、こちらでございます。はい、なんだろうと、なんだろうかなと、なんなんだろうと思いまして、こちら見たんですけども、よく見ますとね、取扱注意って書いてあるんですよね。いやー、ちょっとね、なんだろうと、取扱注意で、しかもね、そこそこ大きいんですよ、これ。結構ね、大きさもあって、まあ、サイズは薄いんですけど、なんかの冊子かなんかかなと思うんですけども、ちょっとね、想像がつきません。はい。ものすごく怖いです。取扱注意ってなんだと思いますけども、なんか冊子だから、そういうちょっと危ない系のものが入ってるのかなと思うんですけども、いや、まあそういうと、そういうのと頼んだ記憶があんまないと。まあ、ちょっと僕の記憶力が問題あるかもしれませんけども、もしかしたらね、あるかもしれませんけども、まあ、今回はちょっとこちら、開けてみようかなと思います。あの、後ろはちょっと住所書いてあるので、まあ、ちょっと伏せておきますけども、住所書いてあるんで、ね、僕が頼んだんでしょうけどね。はい。じゃあ開けます。いきますよ。せーの。こちらでいいのかな？いきます。ゴー！まあ、怖い。めっちゃ怖い。開かない。お、開いた。よいしょ。あ、なんか硬いぞ。ん？硬いぞ。開いた。よし、開いた。なんだ、なんだ、なんか入ってある。 CD？ 何の CD？ 怪しい CD？ 何？あ、これだけ？何これ？あとない。はい、ないですね。あー、ちょっと今、納品書がちょっと見せられ、納品書？納品書がちょっと見せられませんけども、CD っぽいですね。なんだろう。納品書ちょっとね、納品書ですね。はい。はい。まずこちら。はい、こちら。なんだこれ。え？叶え、僕のプロポーズ大作戦。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。あー、あー、わかった、これ。あー、これ分かりました、分かりました。あ、ってことは待ってよ、これもそうだ。あ、こんなんなってるんだ、知らんかった、これ。で、はい、もう一個はこちら、鏡の町の迷路でございます。はい。あー、なるほどね。あー、分かった、分かった、分かった。あー、確かに頼みました、これ。ちょっとシール剥がさせて。はい、ということで、今回届いたこちらの CD なんですけども、こちら何かと言いますと、皆さん以前の動画覚えてますでしょうか。あの動画でございます。皆さん分かりますか、ピンときますか。そうです、リアル脱出ゲーム、皆さん覚えてますでしょうか。はい、まあね、以前動画上げたと思うんですけども、まあ、その動画ね、まあ、見てみてください。はい、まあ、その動画でも上げたんですけども、私ね、結構ね、そういう脱出ゲーム、まあ、みんなでやるのこうパーティーゲーム的なね、まあ、脱出ゲームに限らずですけども、結構最近ハマってまして、たまたまですね、私が、まあ、ちょっとサイトでね、こう見ていて、こう脱出ゲーム的なのはないかなと思ってですよ、なんとこちら、家でね、それが楽しめちゃうというですね、まあ、脱出ゲームキットじゃないですけども、それなんですよ、これ。この2つともね、まあ、なのでこれは、まあ、別にね、こうリアル脱出ゲームと言われれば普通ですよ。普通です、普通です。普通はですね、まあ、どっかに行ってですよ、どっか会場かなんかに行って、まあ、こう参加費なんか払いつつ、それをやるっていう感じですけども、なかなかね、やっぱこう、遠くに住んでるとかね、やっぱこう、ちょっとこう、都会から離れたところに住んでる人なんかは、なかなか行けないじゃないですか。まあ、お金もかかりますしね。まあ、そういう人でもね、こう脱出ゲームができるようにね、こう、作れたものだとは思うんですけども、まあ、私はね、ちょっとね、まあ、ちょっと最近そういうのハマってるんで、まあ、ついね、見ていて、お、いいなと思って、まあ、ついポチッとね、ポチッと押しちゃったんですよね。はい。でね、まあ、今回買ったこの鏡の街の迷路と、
この叶え僕のプロポーズ大作戦と言われるね、まあ多分2つとも全く違うね、まあストーリーですけども、なかなかないでしょ。まあ僕もね正直冊子で来ると思うんですよ。本でね、本で来て、なんかその本の中に CD が入っているから、その CD の付録で、あ、こう CD を開きつつそれを見ながらその解くみたいなだと思ったんですけど、まさかの CD がメインだったと。いやー驚きですねあ、なるほどね、そういう入り方してるんだ。しかも販売元がナムコということで、まあ、かなりね有名なところでございますけども、はい、そうですね、このプレイ方法にも書いてますけども、プレイ方法、ナゾレットとは、これナゾレットっていうねシリーズの、まあ、一つなんですけども、ナゾレットとは本ブックレットとウェブサイト、かっこ回答入力用回答入力用を活用してミッションクリアを目指す新しい謎解きゲームブックです。え、本ブックレットって何、本ブックレット、これ、え、これが本ブックレットなの、あ、この中に入ってるわけ、あ、そういうこと、あ、どういうこと、冊子じゃないんだ、あ、なるほど、新しい謎解きゲームブックですと、プレイをする場所や時間に制約はありませんので、お好きなタイミングでゲームプレイをお楽しみください。あー、なるほどね。で、これはなんか二次元コードを読み取るアプリがあるといいらしいですね、はい、それで読み取ってやるみたいですね、はい、スマートフォン等の端末および読み取る機能が必要です。で、ちなみにこれは鏡が必要らしいですね、はい、面白いですね、鏡がいるんですね、はい、で、こっちは別に特にそういうのはないですけども、なんかね、こう可愛らしいね、女性とね、こう主人公なのかな、この男性ね、こっちにいる男性ね、まあ、プロポーズ大作戦のことなので、まあこうプロポーズするのかな、うん、はい、はい、ということで今回ですね、私の家に届いた謎のですね、茶封筒の方開封していきましたけど、中身は、脱出ゲームキットだったということで、この動画を終わりにしたいかなと思います、はい、いやーまさかね、あー、これが来たんだと思いました、はい、まずびっくりしたのはこういう CD のねケースに入って届くんだと、もうちょっとこうね差しで来るなと思ってましたけども、まあね、今回買ったこちらのナゾレットのですねサイトの方、今回買ったサイトですね、この動画の概要欄の方に貼っておきますので、まあ、ぜひ、まあ、今ね、こうちょっと話題になってますから、そういうやっぱリアル脱出ゲームというのはね、まあ、ぜひそういうのね、体験してみたいという方、ぜひチェックしてみてください。私はね、もう最近すごくハマっておりますので、まあ、やってみてください。面白いです。はい、ということで今回もご視聴していただいた皆様、どうもありがとうございました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、ちょっとやってみようかな、これな。動画でやるか迷うね。動画でやってみたいですね。